自分で受けに行った場合って寝ます？でも寝ちゃう、眠くなっちゃうことありますよね。うん、眠くならないことがない、うん、どんな下手な人でも寝ちゃう不快だなって思いながらどうでしょうかそれは面白いな。だからその寝かせたら勝ちとか、寝かせたイコール気持ちいいとか、そんな嘘だよって思ってますけどね。あ、なるほどね。すんごい不快でも寝ちゃいますよ。逆に不快だったら寝れないな。あ、そうですか。だって不快だったらなんかやっぱなんかどう言おうかなとか、早くやめてほしいなとかって。あ、なるほど。俺どんな不快でもどんな下手くそでも受け切ってやるが趣味だから。ダブルブッキングされようが、ダブルブッキングされてお待ちくださいって言って、はい、その人が終わるまで施術1時間店の中で待ったことありますからね。帰りそうですって私だったら受け切ってやるが主義なんでね。帰らないです。あ、でも歯医者とかだったら帰りますよ、で病院だとあの割と最初から時間かかるもんだって思ってるから、病院だったらある程度は帰らないかもしれない。そうですね、なんかもったいないですね、その待った分が、ね、2,3 時間待って帰っちゃったらまた次 2,3 時間待たないとならない、そうそう。こっちは痛くないですね、弱いから。まあ多少弱めてやってます。自分で受けに行ってる時って、まあ、ある程度こうしてくださいっていう注文はつけるけど、クレームは一回もつけたことないです。もうちょっと強くとか、まあ、上とか下とか、はい、そのぐらいだけですね。
ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。